レマード・エドワード・ディナルドは、フロリダ州マイアミ出身のプロ野球選手。イタリア系アメリカ人である。左投げ左だ。1998年に、ドラフト10巡目で、ボストン・レッドソックスから指名されるが、契約せず、フロリダ州、デランドのステッドソン・ユニバーシティに進学。2001年のドラフトで、ニューヨーク・メッツから3巡目で指名されプロ入りする。 2003年12月にルール5ドラフトでレッドソックスから指名され遺跡。2004年4月23日にメジャーデビュー。2006年の MLB シーズン前に開催されたワールドベースボールクラシックではイタリア系アメリカ人であることからイタリア代表入り。その後の MLB シーズンでは故障したデビットウェルズの代役として一時は先発ローテーション入りし、 メジャー初勝利も挙げたが、防御率7.85ホイップ2.077という成績だったためオフに放出される。2007年はオークランドアスレチックスでリリーフとして開幕を迎え、11試合で防御率1.83と高騰したため、先発人入りを果たす。初めてシーズン途中でマイナーに降格することなく、1年間メジャーで投げ切った。 2008年12月17日、カンザスシィロイヤルズとマイナー契約。2009年は、トリプル A 級オマハで23試合の先発を含む29試合に、登板し、10勝5敗、防御率3.32、ホイップ1.17の成績を残し、9月10日にメジャーに昇格。5試合に先発したが28失点と打ち込まれ3敗を、喫した。2010年は、 オークランドアスレチックスとマイナー契約。トリプル A 級サクラメントでは9試合の先発を含む10試合に登板し、2勝5敗、防御率3.59、ホイップ1.53の成績を残したが、メジャーでプレーすることはなかった。2011年は5月21日に、アスレチックスと再びマイナー契約を結ぶ。2012年2月17日、 台湾のラマゴモンキーズに入団したが、成績不振で5月25日に解雇された。2013年はアトランティックリーグのランカスター・バーンストーマーズでプレーした。ありがとうございます。